今日はもっと充実した一日の流れの予定だったんですけれども、本当に何も達成していなくて、当初の予定の中で達成できたのは配信をやるということのみでございますので、皆さん私がねタスク達成を見守ってくださって本当にありがとうございます。本当にねタスク達成できないし、クロスライブで初めて嬉しい、ありがとうございます。何もなせてないって感じですね。あこさんありがとう。そうイコノジョイチャンネルさんがね上がって、さっきそれを見ていました。皆さんありがとうございます。はやとさんありがとう。やんやんさんありがとう。ぜひねスイプラさんいてください。プラス嬉しい、ありがとうございます。友達にもありがとうございます。とってスイプラしてもちろん全然もうお一人でも、私なんてねいつもね一人で行動してますから、ラテコさんありがとう。スイパラ行ってありがとうございます。今日私のね友達も行ってくれてて嬉しい。お一人スイパラありがとう。ジュンキチさんありがとうございます。さっきもねダンスバージョンの YouTube を見返してたんですけど、あのね最初まあ、イントロやって、じゃあ 1A からやってることがみんな違うので、まず真ん中の子からって言って教えていただいたんですけど、もうすごいね最初が難しくて苦労したなってさっき思ってました、思い出しました。クロスライブ最高だった、ありがとうございます。最近ハマってるのはもうね XG さんにもうハマりすぎてもう事件発生って感じです。明日明後日キアリーナ、ニアジョラビテ、嬉しい、ありがとうございます。もう本当に嬉しいでございます。ぜひね遊びに来てくださったら嬉しいです。もう絶対に見つけますので。こんばんは、もう行こない順位が今から緊張。しばらくね、あー、はやとさんありがとうございます。かわいいくまさん、ん違うか、パンダさんだ。
パンダさん、かわいい、ありがとうございます。いっぱいギフトもありがとうございます。あやとさん、また会えるの楽しみに待ってますよ。そう、ちょっとしばらくあのコンサートとかがあの開くとなんか自分が退化してっている感じがして、めっちゃね焦るんですよ。こんばんは。最近の映画はあのトラペジウムを見に行きました。なんか本当に私って結構予告とかあの掲示板とかめっちゃ見てから行くんですけど、今回ほとんど見ずに行ってちょっとねびっくりしちゃった。なんかあの結構前別の映画見に行った時に予告がやってて、なんかアイドルってなんか光るんだみたいな、なんか光るんだとか言うからなんかキラキラ系かと思ったら結構なんか結構怖いなんか心臓がずっとねなんか痛かったって感じです。うん、でなんか3日あのその後ねなんかでも本当に全く予備知識入れずに行ったんですよ。その後にその結構私先にねあの口コミとかよく見ちゃう派なんですけど、初めては何にも見ずに行って何にも見ずに行くのもいいなと思いましたでもその後口コミとか見たら結構話題になってたらしくて、まあ、確かになんか話題になるなと思いました。たくみさんありがとうございます。いやなんかすごいね。あんまりあのアニメーションの映画見に行かないんですけれども、やっぱり素敵だなと思いました。ただね、あ結構あのあ結構シリアスめなね映画あんまり見に行かなくて、なんかなのでちょっとびっくりしちゃってねでも映画館でなんか見られてよかったなと思いました。なんかお家とかだったらなんかびっくりしちゃってなんか止めちゃうかもと思って結構ねその集中最後まで見るという環境下で見られてね、まあ、よかったなと。最近なんかあのラブライブが気になっていてちょっとね見ようかなと思ってるんですけど、ちょっとトラペジウムがちょっとだいぶあのリアリティありすぎたのでちょっとあの怖くなっちゃったのですごくね本当にいい作品だったんですよ。だちょっとね結構ネタバレになっちゃうないろいろ言っちゃうと。でも本当に最後は
ハッピーエンドなんかな。もうぜひ見に行ってください。もうめっちゃね、でも面白かったです。話題な理由が分かります。本当に面白い。さかなさんありがとうございます。嬉しい。今度はサッカーできません。できないのにちょっと取っちゃって選択で。なので本当にできる、なんかね、サッカーやってる友達が結構周りにいて、本当に尊敬しております。本当にボール関連が本当にもっぱらできなくてですね、なんかねうまくね、そのボールにちょっと遊ばれてしまうんですが、どうしたらいいものかというか。あね、ボールがね、なんか私滑稽なんですよね、なんかボール競技、球技系ね。かっこよくね行きたいんですけれども、残念ながらちょっとね。卓球とかもさ、え、本当ですか。なんかね、卓球の授業があった時に、なんか右に行くにつれて、なんか勝てた回数が少ない子が使える卓球台みたいな感じだったんですよ。一番右でしたね、もちろん。一番右のさらに一番下っていうこと。何部だったの？私ね、吹奏楽部です。テナーサックスね。なんかいつか披露したいですね。体育はね、体力テストの体育館競技ね。そう、テナーね。水部はね、離れてからね、ね、水分の中にいるとね、もう毎日毎日ね、なんかもうね、課題が多すぎて大変だったんですけども、やっぱね、部活いっぱいいろんな人が楽器ができて、それでみんなで集まって吹けるってめっちゃいい環境やなと。今だってやろうと思っても人集めないとできないですからね。
ライブで機会があれば演奏する。もうぜひぜひ。試験です。もう少し若ければお話が。あ、私がってことですか。でもね、あとちょっとでね、やばいですよ私。え、何歳、え、 18？ 待って待って、どうしよう。まだガキ何でもできそう。本当ですか。でも楽器好きなんでいろいろやりたいですね。楽器めっちゃ好き。でもなんか水部って他の子の楽器にあんま触っちゃいけないっていうルールありません？ピアノね、本当に弾けないですね。事件ですよ。なんか私18歳のもうなった瞬間にもう免許取りたいみたいな思ってたよ。そしたらちょっと数ヶ月前から取れるんですか？あの教習通えるんですか？リコーダー、いやサックスとかクラをやるとリコーダーが吹けなくなるんですよ。対面切ると嬉しい、ありがとうございます。でもキッザニアの教習のやつやって、ちょっと本当に待って、自分ちょっと向いてないかもと思ったんですけれども、本当にね、絶対に免許を取りたいので免許を取らせてください。対面嬉しい、ありがとうございます。マリオカート私めっちゃ上手ですよ。10月に人生初お話しく、嬉しい、ありがとう。さっきねカルビさんの配信見てたら私も配信したくなって配信しました。カルビさんかわいい。トラペジームのね主題歌もね星町水星さんなんですよ。でなんか特典で水星さんのねステッカーみたいなのもらってめっちゃ嬉しい。ヒコノイジャム、そう、もう本当にね嬉しいですが、とっても緊張します。うん、またね素敵な機会をいただけたのでね、先輩方とご一緒させていただく機会をいただけたので、少しでもねニアジョイに、ニアジョイいいなと思っていただけるようにもう全力で頑張りますので、少しでも興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。やっぱねクロスライブを通して初めて知ってくださった方もたくさんいらっしゃいましたし、まだまだニアジョイ私もですし、なんか課題がすごくなんか見つかった、課題を見つけさせていただいた
機会だったなと思うので、ちょっとねもっと頑張らないとなと思っております。あら、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。あら、ありがとう。お疲れ様です。全然緊張しますよ。でもやっぱりニャジョーのことを全く知らない方だったりがたくさんいらっしゃる現場とかだと、もうなお緊張しますね。何の鼻歌すいません、私の歌が下手すぎるかも。体感ディスコです。髪が、あ、ごめんなさい、ボサボサですいません。配信初めて見てますけど、ライブの映像でありがとうございます。嬉しいです。セリフのとこを言うと思ったけど言わんかった。ね、もう裏の音を聞きすぎてね、もうジャ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 ンジャンジャンってね、もうその披露する前にもうそこをさ、もう切り抜きみたいに抜いてるんですよ、あそこのセリフ練習用で。でこうやって最後までチューニングしながら袖にいます。セリフのとこ、いやもうセリフのとこね、もうもう飛んじゃいそう、もうよく分かんなくて、もうあーやばいやばい、もうニサビ始まっちゃうとか、あーちょっとか、あー今ちょっと甘噛みしたとか、なんかそんなことばっか考えて、もう事件です。もうめっちゃ焦ってる顔が。うらやほやほら、
焦ってるように見えないのがすごい。いやいや、やばいですよ。その普通あの2回目の披露の超ヤバミス、超ヤバミスを私がめっちゃ心配してたんですけど、あのももさんがね、ももさんが近くだから、そのライブが終わった後映像をいただいたやつをあのすぐ見てくれて、なんか大丈夫そうだったよって、あの結構なんか引きだったんですよね。なんかだからなんかそんななんかめっちゃ映ってるわけじゃなんかなさそうだよみたいな言ってくれて、ももきゅん先輩ともねお話しさせていただきました。嬉しい。ももきゅん先輩いつも優しくて嬉しいです。ライブ中の表情最近めっちゃ嬉しいです。なんかいろんな方のねライブ映像見るのにハマってて、なんかもうとにかく笑顔が大切だなと思ったので、てかね今まであのニアジョイ関連の動画が本当に様子に流れてこなかったんですけど、最近ね私ねあのフォロー登録してんのに流れてこないです。めっちゃ困るんですよ。で登録してないのに1回見ただけの動画とかめっちゃ流れてくるんですよ。なんかあのなんか読み上げみたいなやつ、あのなんか読み上げ機能みたいなやつとかなんかめっちゃ流れてきて、もうなんでやねんって感じなんですけど、最近ようやく流れてくるようになって、でね切り抜きとかも流れてくるようになったんですよ。で私の切り抜きが本当に流れてこないんですよ。もっとね話術を高めていこうと思います。でもねまだインスタもやっていないし TikTok とかもまだまだなので、なんかね皆様がぜひね亀子さん撮っていただいたお写真とか、なんかニアジョイの切り抜きとか X とかに載せたお写真とかさ、なんかこうスクロールしたらみたいな出てくるやつみたいなあるじゃないですか。ああいうのぜひね、私たちはまだアカウント持ってないのでぜひやっていただけたらとっても嬉しいです。いいのかなこういうお願いして。でもね切り抜こうって思っていただけるように私がもっと頑張ります。そうインスタ、インスタねめっちゃやりたい。もうねマジで後悔、もうなんか私って本当に期限守れない。ヨウツベ呼び、ヨウツベじゃないんですか。はじめまして。お願い本当にインスタくだし、お願い本当にしてインスタください。インスタ待ってるね。ありがとうございます。
じゃん。わっ、やっさんありがとう。え、待って、かわいい猫ちゃんはありがとうございます。今日はちょっと余裕持って、私も嬉しい、ありがとうございます。今日もお疲れ様です。タワーありがとうね、ヤス様。いい態度みたいします。ピアス、ピアスいいよね。もうすぐね、私ね、イヤカフ好きなんですよ。あの、ここのなんか耳たぶじゃなくてここの位置が好きなんですよ。この分かりますか、なんか耳たぶじゃなくてここの、ここ、この硬い骨と、硬い骨って言い方やば、額なさすぎでしょ。ここのね、硬い骨のとこにつけるのが好きなんですよ。もうイヤーカフばっかりね買っちゃいます。で、特技を書く欄があって、特技ってなんやねんという気持ちになりました。私特技作らないと、やばいやばい。なんかあるかな、なんか教室とか通おうかな。たくみさんありがとうございます。テナあります、確かに。でもね、特技って言えるほどね上手じゃないと、上には上がいるという事件が発生するんですよ、大体特技を決めるときにね。だからもう絶対にもうこの世界で大体私やろ、私以外この特技やってる人いるかなって、こう穴場狙いたいんですよ。なんか最初の頃はね、なんかね演習率とかも言ってたんですよ。でもね、よくよく考えたらね、そんな夢はめっちゃ覚えてるわけじゃないしね、こりゃダメやということで。てか私ってあの赤ちゃんを見ることが本当に大好きなんですよ。あの赤ちゃんを下から見ることが好きで、あの赤ちゃんを下から見た時に、あのお腹のポッコリ具合と、その向こう側に見えるあのほっぺのもうもちもちって感じと、そこのあの顎ももちもちしてて、その顎の向こう側に見えるそのあの目が好きなんですよ。このあのお腹、ほっぺ、顎っていうこのねラインが好きなんですよ。この下から見た時、こうやって下から見た時にその見えるあれが好きなんですけど、まあとにかく街歩いてるといろんな赤ちゃんがいるんですよ。で、ほんといろんな赤ちゃんもう全員可愛すぎてもう事件なんですね。で、私ってなんか本当に集中力とくとかがなくて、なんか趣味とか、なんかよくあの動物、アリスとかでめっちゃ動物の動画をねニヤニヤしながら可愛くないって見せてくるんですけど、確かに可愛いんですよ。で、最近ねようやく動物の良さに気づき始めたんですけれども、やっぱずっと昔からも赤ちゃんは本当に王道というか、もう私のやっぱいつ見てもうん可愛いでしょということで、もう可愛いんですけど、もうとにかくね。それで、あのまあそのなんていうんですか、まあ、やっぱ街にいる赤ちゃんとかをめちゃくちゃガン見しちゃうんですよ。もうめっちゃガン見するんですよ。もう可愛いねって、もう本当にもうやばいやばいぐらい見ちゃうんですよ。で、なんか通り過ぎてその赤さんを見たいがためにこうやってこうやって後ろ歩きで戻って見ることとかもありますし、ちょっとやばいんですけど、もうちょっと怖いんですけど、
で今日もねあのトレイン乗っていたらあの隣のねアクちゃんがめっちゃ隣からバブーってもう本当にお手本みたいなバブーを言ってたんですよ。でお手本みたいなバブーが聞こえてきて、あバブーだと思ってバブさんと思ってこう横見たらめっちゃ可愛いんですよ。ボリッチーフェイスをしてて本当に可愛くてもうねやばい、もう次元って感じです。もう本当に可愛い。まあ、職業体験とかあったらもう即保育園選べましたし、もう本当に可愛すぎてもう事件。そうでもねちょっとねあのなんていうんですか、あのベビーカーとかにバブさんが乗ってきて、あの電車乗っている時に親御さんがこう携帯とか見ててっていう時にこう誰も見てないかなってこう確認して、そのバブさんにこうねファンスこううんってやったりね、こうとかやったりねしちゃうんですけれど本当にね良くないんですかねこういうのは。もうとにかくねバブさん可愛すぎ、もうやばい、本当独り言とか出ちゃうんですよ。可愛いとか、うんバブ最高やなとかなんかそういうこと言っちゃうんですよ。それね、バブを目で追っちゃうし、もう本当に可愛い。だから弟のねバブだった、まあ今もバブなんですよ。私からしてみれば小6まで全然バブなんですよ。いや中学校1年生までバブですね。だけど本当のねマジモンのバブだった時、弟がマジモンのバブだった時の映像を映像あでも映像もね結構残ってて、そう写真とか見て、なんか「ほっぺ」っていうアルバムと「おなか」っていうアルバムがあって、おなかの場合はおなかを下から見た時のあのアルバムなんですけれども、ほっぺはこのほっぺをこう横から撮った時のあのもうここがもう盛り上がりすぎた向こう側が見えないっていう、そのめちゃくちゃ可愛い写真ばっかり入ってるアルバムがあって定期的に見返してます。でもお友達のバブさん、最近のお友達のバブさんがないんです、あんまりね出会うことがないんですけど、一時期お友達のバブさんにめっちゃ会わせていただいてる時期があって、お友達のバブさんとこう街で会うたびにこう下から見ていいって聞いてこう下から見させていただくこともあって、そういうの見て、そうなんですよ、もうなんかまずあの、ま、街ですれ違う本当にあの私のその知り合いとかではない本当にお話ししたことのないバブさんでもうめちゃくちゃ可愛いのに、もうあの自分の兄弟とかも可愛すぎんですよ。バブめっちゃもう変な髪型して遊ばしたくなるし、でちょっとスポンスポンとか隠すとってなり出すし、それは私もなんですけど本当に。それで言うと今日事件があって、あの今日ですね、あのスポコをちょっとね別のとこに置いてきてしまって、もう今バブじゃない、今スポコがなくてもう本当にちょっとね発狂しそう。本当にねあれでね結構ねメンタルを保っているところがあったので本当に困ってて、でもあの結構あの家族っていうかあの兄弟全員あのスポコ依存症なので、あのみんなスポコを持ってて結構相棒みたいな感じ で私の相棒は1匹しかいなくて1枚だけなんですよ。だからこういう時に本当に困るんですよ。でなんかこういう時どうしてるってあのに相談したら、結構のサブスペア持ってるらしくて、スペアスポコなんかスペスポ持ってるらしくて、したらそのまあじゃあ例えばもしいなくなってしまった時にスポコ B がいることによって、まあ、サブスポがいるから
なんとかなりますよっていう話をしてて、いやまあそれ本当考えていかないとダメだなと思いました。で弟も車用のスポコと家用のスポコがいて、この本当にねない時に本当に困るんですよ。あとあの姉のねお友達もあのなんていうんですかブランケットが好きなスポってるなスピってるんだねみたいなテンション、最近占いに行ってみたくて、スポコ1万円持ちはコナさんだけ。そうなんですよ、だからね本当に困るんですよ。でその私の姉がその同じこの境遇のお友達みたいなのがいるらしくて、その子はもう本当に学校とかでも不安な気持ちになっちゃうから、なんか切り取って端をそのなんかなんていうんですかあの細胞分裂みたいな感じにしてるらしくて、わめっちゃいいなと思って。スポコって何ですか？ブランケットですねブランケットです。なんかお気に入りのブランケットがいるんですよ、私の家族は1体ずつ。ところでなんでスポンスポンって言うんだっけ。スポンスポンは私は1号と2号がいて、1号の時はあの掛け布団的な素材だったんですよ、サラサラしてるやつ、スイマーの。意味わかんないぐらい伸びるんですよ、私があまりにも愛用しすぎて、あの洗濯をしすぎて、あげくあのゴムみたいにビヨヨヨヨーンって伸びる伸びるんですよ。ブランケットに名前つけてるの。そうでねそれぞれ兄弟は、ま、名前が違うんです。私はスポンスポンっていうので、弟はあのニューマイヤちゃんっていう感じで、で、であの姉はあの端っこなんですよ。それなんでかって言ったら端っこを触るからっていうより、その四つ角が好きらしくて、タグが好きらしくて。でもタグが好きな方もいますよね。でも別に私は興味なかったんでスポンスポン でその一つ目一つ目があの1号があのその特殊な素材だったんで、私があの何ですかあの吸引するとなんかスポンと音が鳴ったんですよ。おめでとうございます。わやばい、1歳やばいですね。1歳はぜひ紹介してください。1歳2歳0歳紹介してください。そうです、すごい音が鳴ってたんですよ。でそれで家族がスポンと音が鳴るねって言って、スポンスポンなんですよ私はね。だその特殊能力を持ってたのは私だけなんですよ。だから他の、弟と姉はスポンスポンっていう名前はありません、音が鳴らないのでね。そうでもね、あのみんなもそれじゃないといけないんですよ。それじゃないといけなくて、私も替えが効かないんですよ。替えが効かないし、でなんか弟が一回なんかどっかに忘れてきたことがあって、でわざわざ電話かけたりとか、それじゃないといけないから。で一回夢の国になんか落とした、何で落とすか分かんないんですけど、なんか落としたことがあって、したら夢の国の皆さんもお優しいので、あの綺麗にして返してくださったんですよ。でそれで弟がね、あの本当にありがたいんですよ、本当に綺麗にして返してくださること、ありがたい、もう綺麗に畳まれて、あのアイロンも綺麗にかかってたんですよ、本当にありがとうございます。もうなんですけども、弟はね落ち込んでましたあのねなんていうんですかね、もう見違えるほど綺麗になっていて、やっぱあのブランケット界隈はね、あのやっぱ綺麗にアイロンがかかっていたり、することをね、あのされるとあのびっくりしてしまうという習性があるので、あのアイロンをかけたりクリーニングをかけたりすると、あの素材の、あの仕様が変わってしまうんですよ。何て言うんですかね、あの触り心地の変化が結構顕著に出まして、あそうなんです、もうね、あの家族ですね、
なんていうんですか、あの家族ですね。まあ、てなわけで、まあ、話の終着点は今日どうしようということですね。今日はどうしようということですね。あの明日までなくてどうしようということですね。結構ね、いろんな効果があるんですよ。まずリラックス効果と、この気分をね、こうなんていうんですかね、こうなんですかね、こう雲の上に行くような感じですね。こうふわーっというね、こう心が落ち着くということですね。うん、とにかく良い、とにかく良いって感じです。もうね、だからスペアいないんですよ。残念ながら。どうしようかな、今日。困ったな。てか、あの枕をね、うさぎの枕に変えたんですけど、本当に可愛い。ニューマイヤーもいないんですよ。でもね、私はあの毛布タイプが苦手なんですよ。ちょっと暑くて。でも弟は毛布タイプなんですよ。で、私はあの本当にただ本当にブランケットって感じなんですよ。毛布はこの季節暑いですからね。そう、うさぎの枕あるんですよ。耳もねちゃんとついてて。そうかなかったらコナちゃんどうなるの、だから今日どうしようということですね。もしかしたらもうね、どうにかなっちゃうかもね。そろそろランキング見たいと思いまーす。ではいきます。あー、かわいい、うさぎアイコンの方いる、やばい、かわいい。14さんいきます。ケイジさんありがとうございます。12位水内さんありがとうございます。11位大地さんありがとうございます。10位まさってさんありがとうございます。9位ともさんありがとうございます。8位あこさんありがとうございます。7位ラテコさんありがとうございます。6位やんやんさんありがとうございます。5位あやとさんありがとうございます。4位じゅんきちさんありがとうございます。3位たくみさんありがとうございます。2位やすさんありがとうございます。で、1位はお兄ちゃんさんありがとうございます。タワーギフトくださった方、今上できなかった方、見てくださってありがとうございました。というわけで、久しぶりにちょっと長めに配信できました。見てくださってありがとうございました。ではでは、皆さん今週金曜お疲れ様でございます。では失礼いたします。バイバーイ。